お、なんかスタッフがゾロゾロと前へ出てきて、ハイタッチがなかったら言われると静かしてから、静かなスタッフで、ハイタッチに来たのに、はい、何が見えてるか分かんないけど、周りが見えたのね、はいはいはい、はい。というわけで買いました。これからお昼買って部屋に戻ろうかなというところです。よかった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 。お昼はなんか富士屋スーパーでお弁当でも買って帰ろうということになりました。日本食、日系スーパーだから日本のものがいっぱい売ってます。急に日本に帰って、はいはい、日本に帰ってきた感じ。お寿司が$14、海鮮丼は$11か。なんか寿司ばっかりだな。向こう側にある弁当。だ、丼とか何とか。丼ぶりが意外とするね。$7ぐらい。それだとその下の弁当の方が安い。$11、$11、ね、ボリュームの割には。ハワイビール飲もうと思ったらオリオンのあの7号めっちゃ安いんですけど。$1.59、ね、他が2.5とか3ドルぐらい。バドワイザー、バドワイザーはもうちょい安いか。6缶で11だからそれでも2ドルぐらいするんだ。めっちゃ安いじゃん。そしたらとんかつ弁当いただきます。$10.99、なかなかいいんじゃない。うん、ねえ、高いけど、確かに高いけどね、うん、高いけど、やっぱり1ドル100円だよね。なんやかんやありまして夕方になりました。 Apple Vision Pro を撮影し買ってる様子はまた別動画で上げてるんでそっち見てください。夕方これから晩ご飯食べて、明日の朝にはもう明日の午前中昼か便で帰るんでもう終わりです。アラモアナセンターの4階にあるマイタイに行きました。晩ご飯食べ行ったけど全然動画は撮ってませんでした。でちょっと足りないので今 ABC マートで餃子を見たら 20% オフだったんで買ってきました。餃子とビールを飲んでもう明日は帰ります。はい、じゃあ最後の缶、まずはビールから。あの昨日飲んだあの、うん、ダークのココナッツね、あれ売ってたんだけど、あれがねでも4缶だったのよ。お土産セブンじゃないですか。でも缶は割れるから、あのほら預けるとしたらあのバッグだったんでスーツケースだったら買ったんだけど。じゃあはい、無事帰ってお疲れ様でした。飲んで寝ます。おはようございます。市川さんと私は帰国日です。で購入したお二方は原稿を書いたりもしなきゃいけないので、今日も朝から Apple Vision Pro を使ってます。じゃあ朝飯食べに行きます。今8時過ぎぐらいです。土曜の朝なんでカカオコファーマーズマーケット来ました。ここで朝ごはん食べます。美味しいのあるかな。あ、混ぜ麺。エゾギクさんか。あのワイキキにある安いラーメン屋さん。1年ちょい前来た時よりも店増えた感じがする。やっぱコロナ明けで店が減ってたのかな。あの時は飲食店が増えてる気がするな。さて何食べようかな。さっきのタイ料理屋さん、現地の QR コード決済か現金だけだったんでバーベキュープレート屋さんに来ました。ポーク
ークバーベキュープレートポークが15ドル。めっちゃいい匂いして焼いてるのでうまそうなんですよ。めっちゃいい匂いがする。石川さん、それでいくら？これ15。いただきます。豚がカリカリに焼いちゃって美味しい。ああ満足した。お腹いっぱいになった。結構回ったあれ。でもちょっとねビール飲みたくなっちゃう、ああいうの食べるとね。それで今バスに乗って空港へ向かってます。ダニエル K 井上空港到着。バスで小1時間ってところかな。まあバスぐるぐる回るんでちょっと時間かかりますが、3ドルでここまで来れるのはやっぱり安い。もう一個先にバス停があるんだけど、本当にそこに泊まれるかどうかっていうのが心配だったので、はい、そう一個手前で降りましたが、あのバスがあそこで泊まればね。でも乗ったのはそこら今のところなんでね。うん、それこそあれだよね、あのこれ同じ方向だから、ワイキキ行くバスと向こう行くバスでバス停変えればいいのに、せめて。あ、泊まった。だから ANA だと多分あっちのバス停の方がいいと思うんだけど、うん、さてじゃあこれからチェックインしてラウンジでちょっとのんびりしよう。ちょっと喉乾いた。保安検査通過してきました。めちゃくちゃ並んでたんですけど、保安検査自体はそんな時間かからなくて、なんか機械も全部パソコンとかも出さなくてよくて、とにかく全部カバンに入れろと、でそのまま通せと。上着も脱がないし靴も脱がないし、なんかハワイとかアメリカの出国の保安検査では一番簡単だったな。ジョークなんだか分かんないけど、今日はスペシャルデーだ、全部入れて通せって言ってて、今日だけ、そう、今日だけって聞いたら、うん、ハッピーバースデーだって言ってた。よく分かんない、この運用。ラウンジ入ってきました。石川さんのご評判で、ファーストラウンジですが、ファーストラウンジ初めて、ファーストラウンジエリアの初めて来たけど、飛行機見えないし、パソコン広げて電源つけてっていうようなテーブルがないんで、使いにくいな。まあ私はビールをいただくだけなんでいいですけど。うめえ。さて、搭乗始まったアナウンスもあるんで、乗り込んで帰ります。ジントニックいただいてます。機内食なんだろう。フライなんだけど、チキンかな、魚かな。ちょっと待って、着陸しました。世界各国でアフリカ豚熱などの発症現象が発生しています。さすがに寒いですね。寒いね。明日雪だそうですからね。ターミナル2だ。うん、そうだね。ターミナル2到着だ。増えたのかな、結構それでも増えたのかな。あのオープン当時は1日1便だけここターミナル2着陸だ、あのターミナル2だったから、だからポイント持ってまたここからどっかに行くってことでしょ。
ッターの量が。あ、多分そうだね。だから増えてる。うん。はい、というわけで第2ターミナルに到着して、第2ターミナルの入国審査も取ってきたんですけど、初めてなんですよね。で、31日からなので4日ぐらい前からかな、実証実験スタートしてて、あの税関と入国審査とかの QR コードに、 QR コードとパスポートに読み込みを、まあ、あの共通化するっていうのをやっていて、検疫前、体温とかかかる前にキオスク端末が並んでいて、そこでパスポートと QR コードをキオスク端末に読み込ませると、あとそれ以降入国審査と税関とは、あのもう歩きながらの顔認証でスルーできるんで、これめっちゃ楽でした。これはね、もう唯一のまだちょっと問題点は、実証実験中なんでキオスク端末があのそんなに10台ぐらいだったかな、だったんで、結構そこはちょこっとだけ並んだんですけど、まあ、正式に採用されれば機会も増やすでしょうから、そこは多分解消されると思うんで、それさえなればめっちゃ楽です。家族連れだとまたちょっとフローが変わると思いますけど、めっちゃ簡単でした。一人旅だったらね、これいい。なんかこれね、QR コードの税関申告、電子申告スタートした時に、何回もその税関申告と入国審査でパスポートを複数回読み込ませてたから、これデータ共通化すれば、このデータ共有すれば、あのワンストップ、一つのチェックポイントでそれチェックして、あとはスルーできるじゃんっていうのをツイッターとかでも、ね、投稿してたんですけど、それが実現しててなかなか良かったですね。はい、はい、というわけで石川さんたちと Apple Vision Pro を買いに行く旅、これで終了です。はい、石川さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、最後に、税関で申告したところ、3万800円の消費税を支払わなきゃいけないことになり、まあ、とはいえね、あの立場上、ね、脱税しながら使うわけにもいかなかったりしますし、なんかね、異的警察ならぬ消費税警察にね捕まってもやっかいなことになるので、ちゃんと消費税を払い、堂々と国内で Apple Vision Pro を使うので、税金払ってない Apple Vision Pro ユーザーがいたら徹底的に吊るし上げようと思いますので、怖い、覚悟してください。というわけで、以上、動画をありがとう、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またね。